何ですか、かわいい君たち。おはよう。朝からこんなにかわいくていいんでしょうか。あらあら。あらあら、ポンちゃん。ジャン君。さて。なんか巷ではオリンピックが始まりそう。ソフトボールが予選が始まっているよ。30歳の上野投手が頑張っているよ。でもね、オーストラリアにもバッターで30歳の人がいて、同級生らしい。すごいね。しかも34度あるんだよ、今日。そんな中、スポーツやって大丈夫でしょうか。さあ、じゃあ起きようか。まだ布団の上でした。ああ、ジャックンポンちゃん。よいしょ。今日は何度かな。そんなに暑くない感じがそうするね、今のところはまだ29.9だけど、な。29.9は結構暑いっちゃ湿度暑いけど。60、でこのままだと多分30何度とかになる。いつも昼とかに近づくと32度とかになってる。なぜか暑いところに好んでくるお二人ですね。ジャン君とポンちゃんの動画をですね、実はこのノートで作っています。ところがですね、このノートだと、クロケンさんは目が老眼なので見えません、字がね、字とか細かいところから。ということで、この大画面に映して、なんだか調子いいですね。とても助かっています。弱い弱いって君のことを言っていましたが、君だけが今頼りです。毎日動画をアップするにあたっては、マオイママさんのマシーンで重たい作業をなかなかこう2人で使ってるんでね、できません。で、向こうでは、勉強のソフトの勉強の時に使わせてもらおうということで、こっちがメインマシンに今なっています。ありがとう。これ実はもらい物なんですよ。だいぶ前ですけどね、いただいて本当に助かっています。こういう時のために、いただいたんだなと痛感しています。ありがとうございます。そしていい動画作れそうです。はい、なんかちょうだいのポーズでーす。お二人が 並んで、そうなんですよ。ジャン君のね、膀胱にね、石ができるので。はい、はい、どうぞ。ご飯です。あら、いつもより美味しいでしょ。一緒だあよ。ら、美味しいよ。あれ、なんか一緒。まあ、美味しいこと。ポンちゃんが、あれ。うちの子はガツガツ食べません。よかった、食べてくれた。いつもと同じです。今は、ヒルズをこの間ちょっと買ってきたので、3種類ローテーションローしてんテーだシね。ョン、ヘ朝ビー限ロ定、ーテーションしてんだね。朝チキンじゃなくてフィッシュ味のなんとか、夜はなんとかにしていままあ、す。今のはヒルいいズ子だたよ。ちだね。本当だね。おやつを要求してるけど食べられない。いい子たちだね。ドライバーと SSD が届きました。もう一つ、本当ならば、両面テープおよびカッターみたいなやつが、届く予定なんですが、まだ届いておりません。こういう時です。こういう時大事ですよ。黒犬ね、黒犬は必ず、いいかも始めちゃうかみたいなことをやり始めます。これ絶対ダメですからね。黒犬に今言っています。それやって何回壊したか。これ2つあるとね、やりたくてしょうがなくなっちゃうのね。で、本当はそのカッターで安全にやって開かなきゃいけないのに、やっちゃえってやるとパリンって割っちゃったりとかね、トラブル起きます。だから今日は我慢して明日を待ちましょ
明日もし来なくても我慢して車で待つからね。いいですね。いいですね。